大阪。高画質の 4K、8K の映像でパブリックビューイングが行われ、200人を超す観客が集まりました。羽生選手の金メダル、宇野選手の銀メダルが決まると、割れんばかりの拍手が起きました。グランディかな。本当に嬉しい。絶対信じててよかった。もう皆さんありがとう。これ演技とかどうだったかな。かっこよかったです。素晴らしい。いや、どうでしたか？すごい良かったです。見てて決まった瞬間どんな思いで見てたの？もうやったーっていうか、もう自分が選手になった気持ちで見てました。では号外が配られ長蛇の列を作りました。わざわざ塩釜から来ました。羽生君金メダルおめでとう。参加者に分散します。はい、押さないで押さないで。やったー、おめでとう。こちらは JR 大阪駅前、メダル獲得を知らせる新聞の号外を受け取っていました。誇りですね、日本の。すごく嬉しいですね。期待されて、もうちゃんとその通りに金メダル取って、本当かっこいいなと思いました。二人揃ってこんな息子が欲しいって言って。はいはい、押さない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 。東京銀座では、羽生選手と宇野選手のメダル獲得を伝える新聞の号外が配られると、多くの人が殺到。我先にと手を伸ばして、掴み取ろうとする光景も見られました。すごいくしゃくしゃね。テレビで見てたので嬉しかったです。すごい、もう後ろからすごい押されて大変だったんですけど。